あれ次ほなみイベントなんだ。そういえばほなみって商店売ってないよね、あんまり。何やってるんだろうこれ。あれだね、学校の購買所でカレーパン買おうとしたけど直前で亡くなった時の顔、その顔してるね。あ、カレーパンって顔してる。そういうところあるからな。カレーパンマン好きそう、ほなみ昼休み。今日は放課後みんなで練習する日だからスコア忘れないようにしないと。スコア？相変わらずしほちゃんの指導は厳しいけど。なんだろうスコアって。あ、音楽用語？あれかと思った、ボーリングのさ、得点のこと。やっとバンドらしくなってきたし、私も練習頑張らなくっちゃ。なんかさ、急にボーリング自慢してきて、はいこれスコアねみたいな。おーなちゃん。あ、さきだ。さっき、急に抱きつくのやめなって。怪我でもしたら大変でしょ。だってほなちゃんってくっつくと柔らかいんだもん。なんかエッチだね。それ全然理由になってないんだけど。カービィと同じ感触ってこと？柔らかい。アップルパイ食べ過ぎちゃったかな。あ、そうだほなみ、今日の練習の最初にこの間うまくいかなかったところを確認したいんだけど、いい？アップルパイといえばマクドナルド、それしか知らない俺。マクドナルド以外にアップルパイ知らないんだけど。うん、もちろんいいよ。お、しほちゃんに言われたところだよね。私もあそこやりたいな。へえ。今日こそみんなでしほに褒められたいね。なんか可愛いね。理由、褒められたいからやるっていう。そうだね、みんなで頑張ろうね。あ、そういえばほなみん、その最近クラスのことはどう？どういうこと？お、ありがとういちかちゃん、心配してくれて。何したの？喧嘩？組手？大丈夫だよ、ちゃんとみんなと仲良くできてるよ。化け物だらけで、そのクラスが。で、もう自分が化け物に染まっちゃいそうだから今自我を保ってる状態、もしかして妖怪ウォッチみたいな。そっか、ならよかった。でももしクラスのこと何かあったら言ってね、私たちが華麗に解決しちゃうから。お前よな、俺は化け物だと思ってるけどなみたいな、そういう話しかけ方するね。ありがとう二人とも。うん、そろそろ戻らないと。じゃあね、ほなみ、また放課後。ああ、いたいた、ほなみ、今日の放課後空いてる？放課後？みんなでパンケーキ食べに行こうと話して、みんなでパンケーキ、いや全然喋れない、みんなでパンケーキ食べに行こうって話してて、ほなみも一緒にどう？あれ？誘ってくれてありがとう。でもごめんね、今日の放課後は予定があっていけないの。パンケーキね、5段ぐらいのパンケーキ見たことあるよ。そうなんだ、予定って何するの？まあ、自分で作ったんだけどね。バンドの練習だよ。ああ、そういえばそうだったね。じゃあまた今度一緒に行こうよ。練習頑張ってね、ほなみ。なんかパンケーキってさ、もう焼き加減とかそんな関係ないよね、正直。メープルシロップで全て決まる気がする。メープルシロップかけるかかけないかで全て決まる気がする。こうやってクラスのみんなと素直な気持ちで話せるのもいちかちゃんたちのおかげだな。本当にありがとう、みんな。それじゃあ今日も練習始めよっか。友情関係が改善向上してるね。あれ、ミクとルカがいない？修繕工事終わったんだ、ちゃんと。本当だ、珍しいね。ん？どこかに行ってるんじゃない？前もいなかったことあったけど、その時は屋上でルカさんに会ったし。ん？じゃあみんなで準備してようか。そうだね、今日も頑張るぞ。サキちゃんすっごく張り切ってるね。うん、
最近絶好調みたいね。それにもうすぐ合唱祭があるでしょ。それでテンション上がってるんだよ。合唱、皆さん感謝を込めて合唱。合唱祭、そういえばそんなのあったっけ。みんなで手を合わせるんだね。へえ。あれじゃない、姫島行明クラブじゃない。確か課題曲と自由曲を歌うんだよね。姫島行明ファンクラブみたいな感じじゃない、合唱コンクール。めんどくさい。めんどくさくないよ。クラスのみんなと一緒に歌ったらきっと楽しいもん。そうなの？本当に合唱して楽しいかな。その分こっちの練習時間が削られるでしょ。それはそうだけど、いろんな意見の人がいるよね。それより、ミクとルカなかなか来ないね。なんかあれだよね、急にさ優しくなるよね、このシホっていうか、シホだっけ、ちょ忘れちゃった、シホだ。急に優しくなるよね、なんか映画版のミサイみたいな、そんな感じするね。ちょっと心配だね。何かあったのかな。じゃあみんなで探しに行ってみる。そうだね、他の教室にいるかもしれないし行ってみよう。おーい、ミクちゃん、ルカさん、こっちの教室にもいない。本当に何かあったんじゃ。誰もいないの。誰もいなくなったっていう映画あったよ昔。藤原竜也さんだっけ、藤原竜也さんだと有村架純さんだっけ。ん、タンタン、あれこの音、シャンシャン、ドラム、ドラム、一番端の教室からみたい。誰だろう、 X ジャパンの YOSHIKI さんとか。ミクたちが叩いてるのかも、行ってみよう。何を、人を、道徳的にどうだなそれ。ここの教室だよね。そうなの。あの、ミクちゃん、ルカさん、みんなよく来たね。あれ、レインじゃん。間違えた、ごめんなさい、男になっちゃった。言うのも変かな、私の方が後から来たんだし。あれ、おばあさまって高校生じゃないよね、35歳の高校生ってこと。あなたたちがこの世界の思いの持ち主なんでしょ。米倉涼子に見えてきた。まさか、あなた、もしかして。うん、メイコだよ。みんなこれからよろしく。メイコだよ。ああ、コナン君のさ、あのちびっこクラブと同じ叫び方だね。みたいな。あ、終わった。バンドの柱、バン柱。メイコが、どうして。音柱ね。今まではいなかったのに。あ、みんなこっちに来てたんだね。やばいって、これアベンジャーズなら確実にインフィニティストーンでパッチンやられてるね。この着方はサノスと同じ出方してる。もしかして私たちを探していたの。ミクちゃん、ルカさん、どこ行ってたの。怖いね、急にいなくなるの。心配かけてごめんなさい。メイコが来てくれたからここを案内してたの。リアルタイムでそんな動くんだ。そしたらみんなが来た気配がしたから、せっかくだしこの教室に連れてきて驚かせようと思ったんだけど。ポケモン GO みたいのないの。行き違っちゃったみたいだね。初音ミク GO ないのかな。初音ミクの場所が知らされますよみたいな。メイコさんが来てくれたってどういうことですか。今までいなかったのに急に現れるなんて、それは多分みんなの本当の思いが関係しているの。どういうこと。本当の思いって、あの、ずっと一緒にいたいっていう。そうだよ。え、私たちはあなたたちが世界で思いを見つけるのを手伝うためにここにいるんだけど、今回はちょっと勝手が違うみたいだね。どういうこと。きっと
あなたたちが本当の思いを見つけて一歩前に進めたからこうして会えたんじゃないかな。メイコが来た理由を教えて。まあこれは私が勝手にそう思ってるだけだけどね。わかんない、ごめんなさい、私読解力ないのでわかりません。とにかくこれも何かの縁だし、これからよろしく。縁日ってこと？よろしくお願いします。なんとかの縁だしって言えば、とりあえずその場切り抜けられるよね。じゃあさ、例えばどうしようかな、なんかさ、ナンパするとするじゃん。じゃあナンパし一級みたいな人いるとするじゃん。それで、え、君今日遊ぶよみたいに言って、え、でも今日はでもさ、これなんかの縁だしやっぱり遊ぼうよって言えば、もうとりあえずナンパ成功みたいなとこあるよね。相変わらずよくわからない場所。つまりこれからはメイコさんとも一緒に練習できるってこと？でもナンパってさ、あれだよね、ちょっとうざそうだよね、歩いてるときこんなこと言っちゃうごめんなさい。そういうこと。いつかに、先に、シーフォーに、それから隣だよね、仲良くしようね。だってさ、ナンパするために歩いてるわけじゃない、ナンパされるために歩いてるわけじゃないじゃん。ナンパウェーブに勝手に乗っちゃうわけじゃん。びっくりしたけど嬉しいな、メイコとも話せちゃうなんて。よろしく、メイコ。ねえメイコ、みんなにも会えたことだし、早速一緒に演奏しない？いいね、ちょうど私も何かやりたいなって思ってたんだ。なんだろうね、この世界の時期がいつかによって演奏する曲変わるよ。ドラムの音がしてましたけど、メイコさんはドラムを叩くんですか？今だったらパプリカ叩くね。パプリカ。そうだよ、他にもいろいろ弾くけどね。そういえば隣はドラムなんだっけ？あ、知ってるんだ。はい、あのもしよかったら後でいろいろ教えてもらえたら。もちろん、私でよかったらいつでも教えるよ。ありがとうございます。じゃあ早速合わせてみる？マジ合唱。あ、ミク、その前にちょっとお願いがあるんだけど。お願い？みんなで演奏する前にミクとルカとメイコの3人で弾いてるところを見学させてもらえたら嬉しいなって思って。あー、なるほどね。でもさ、確かにさ、あれだよね、なんか上手い人の見ると上達するってよく言うよね。だからあれ、お箸の使い方とか、あとなんかパンツの履き方とかもう上手い人の見ればもうどんどん上達するんだよ。その単に私が見たいっていうだけなんだけど。私も気になる、3人の演奏聞いてみたい。確かにね。いいんだ、承諾したね今、契約書。そういうことなら私たちでやろっか。血のサインで書いてよ。私がギターで、ルカがベース、メイコがドラムでいい？地平道垂らしながら書いてよ。大丈夫？3人でやるんだね。私もオッケーだよ。じゃあ始めようか。ワン、ツー、スリー、フォー。でもあれじゃない、バンドにさ必要最低限の楽器ってギターとベースだけかな。ドラムだけじゃダメだよ。私たちの、え、すごい、いつも聞いてるミクちゃんとルカさんの音じゃないみたい。当曲。それに私たちが弾いてる時よりすっごくかっこよく聞こえない？うわ、歌詞も曲も盗まれてる。うん、全然違う。ミクとルカの演奏も私たちと弾いてる時よりずっと。耳コピってこと？絶対音感がいるの？やばくない？絶対音感の人ってさ、なんかさ、例えば彼氏とか彼女が絶対音感とするじゃん。そうそうそう、さ、もう自分のおならの音とか聞こえてきた時にプーって言った瞬間に、あーそれはそうだねとか言うのかな。プーって言った瞬間に、あーそれはどうだねとか、プーって言った瞬間にみたいな。メイコさんのドラムがあるからだと思う。へえ、どういうこと？あ、今のはシとドとソ、あと高いドかなみたいな。ドラムは
バンドを支える柱、バンド全体を支えながら引っ張っていく力がある。へえ。メイコさんのドラムが支えてくれてるから、ミクとルカさんもいつもより思い切り弾けてるんだと思う。シチューってことね。そうだったんだ、バンドの柱か、うん、かっこいいな、メイコさん。堂々としてて力強くて。確かにドラムがあるのとないのじゃ全然違うよね、雰囲気、その楽曲の。私もいつかあんな風に叩けるようになれるのかな。バラードでは使わないよね。ああなりたいんだね、憧れの人ってやつ。さて、そろそろ合唱祭に向けて準備をする時期ですね。合唱祭では課題曲と自由曲の2曲を歌うことになります。なので今日のホームルームは自由曲で何を歌うか決めていきましょう。あ、メイコさんのことがあってすっかり忘れちゃってたけど、今日から合唱祭の準備があるんだった。合唱、しほちゃんは面倒だなんて言ってたけど、クラスのみんなと一緒に歌うのは楽しみだな。合唱祭、うん、楽しみだな。 M ちゃんじゃん。体育祭の時みたいにみんなで笑顔になれたら最高だよね。楽しく歌って金賞をもらっちゃおう。あ、 M ちゃんもあれなんだ、この学校なんだ。ほら大鳥さん、張り切るのはいいですけどちゃんと席に座りなさい。はあ、ごめんなさい。あM ちゃんたら、かわいいね。でも M ちゃんの言う通りだな。何が？聞いてなかった。体育祭のおかげでクラスのみんなも仲良くなってきたし、合唱祭の練習もいい雰囲気でできるといいな。 M ちゃんさ、なんかオーケストラのその鑑賞会とかでもうすごい盛り上がったところで立ち上がってウォーってやりそうじゃない。さて、ホームルームで話し合いをするにあたって学級委員とは別に合唱祭の取りまとめ役を決めたいと思っているんですが、望月さん、もしよかったらお願いできないかしら。え、わ、私ですか？指名するの、こういうのって。なんか多数決とかじゃないの？ええ、望月さんならきっとクラスをうまくまとめられると思うの。どうかしら。あ、できるのかな、私に。だが断る。バンドの練習もあるし、クラスのみんなに迷惑かけちゃったら、うん、でも、わかりました、やってみます。やるんだ。ありがとう。じゃあ今日のホームルームお願いね。え、はい、ホームルームもやるの？いちかちゃんたちのおかげでクラスのみんなと向き合って話せるようになれたから。なんでホームルームなんだろう、アウトルームじゃない、自分からすれば。みんなが楽しめる合唱祭にしていけるように頑張りたいな。これホームじゃないですよって、ノーウェイホームですよ。それでは話し合いを始めようと思います。今日の議題は自由曲の選曲と練習時間のスケジュールについてですが、だって今あれだからね、将棋でいうところの敵陣地ポジだからね。どっちかというと学校は、まずは自由曲を何にするか決めようと思います。意見のある人はいますか？盾つくやつは全員皆殺しみたいな、怖いね。はいはいはい、私は明日も笑ってがいいな。明日も笑って、あ、よろしいですね。私も大鳥さんに賛成。ちょっと難しい曲だけど練習しがいがあるよね。それに確か去年金賞取った先輩たちが歌ってたのもそれだよね。せっかくだから頑張って練習して金賞狙おうよ。ありがとうございます。他に意見のある人はいますか？はい、私は時の声がいいです。音楽の授業で歌ったことあるからそんなに練習しなくても良さそうだし。え、私塾があるから合唱の練習に時間取られたくないの。あ、私も部活の大会が近いからあんまり練習出られないっていうか。私も相手は、あ、そうだよね、
あ、放課後も残るってこと？ほら、みんなそれぞれやることがあるでしょ。だったら簡単な曲の方がいいなと思って。なるほど。どうするじゃあ。ジュヤの仮にする？寝ちゃった。こっちはやる気出してんのに、そういう士気が下がること言わないでほしいんだけど。勝手にやる気出して全員面倒なことに巻き込もうとしてる方がお迷惑でしょ。はあ、何それ。喧嘩はやめようよ。クロちゃんがこう言ってます。みんなで体育祭の時みたいに仲良く頑張ろうよ。体育祭？体育祭は種目ごとに練習できたけど、合唱祭だと全員で時間合わせなきゃいけないし、大変さが全然違うでしょ。それはそうだけど。うん、あんまり練習に時間取られちゃうの嫌だな。私はせっかくやるならちゃんとやりたいけど。どうしよう。意見が割れてまとまらなくなってきちゃった。分断してる。関ヶ原の戦い起こってる。 M ちゃんも頑張ってまとめようとしてくれてるけど、徳川軍が優勢です。今は取りまとめ役は私だし、私が何とかしないと。そうしたら多数決を取ろうと思います。あ、結局ね、クラス全員の意見で決めれば問題ないと思うんですが、うん、どうですか皆さん。うん、まあそれならいいけど、まあそうするしかないしね。よかった、これでまとまりそう。それでは決を取りますね。じゃあまず14、15、16、16ってことは同じ数。あ、32人なんだこのクラス。え、うちのクラスって33人じゃなかったっけ。あ、そっか、花見ちゃん。あ、そうだ。あ、そっか、望月さんはあげてないから。あー、もうめんどくさいね、望月さん。まとめ役は望月さんなんだし、望月さんが決めてくれない？え？私が？だって最後の一票だしね。うーん、まあ最後の一人は望月さんだしね。どっちが歌うか望月さんが決めせよ。私はその、あー、ここで優柔不断発揮したらもう崩壊だよね、クラス。学級崩壊、みんな不良みたいな。東京リベンジャーズ。すみません。この話し合いはまた来週のホームルームに持ち越させてください。あ、ひよってるね。はあ、こんなのすぐに決めろと思ってたのに。どっちでもいいから決めちゃってほしいよね。どうしよう。難しい曲にしたら他に予定がある子たちが困るし、簡単な曲にしたらやる気のある子たちががっかりするし、どうしたらいいんだろう。はあ、だからさ、でもあれか、なんか少しずつ抜けて、で時間があるときは入ってくるみたいな形にしようと思ったけど、それじゃあさ練習できないよね。なんか合わないっていうか、みんなワンピースにね、ホナミがいたら異名は妥協のホナミだね。あいつは妥協のホナミだ、懸賞金は3000億、あいつは何でも妥協するんだみたいな。はあ、来週のホームルームまでにどうするか決めないと。どうするんだろうね。でもどうすれば。ほなみちゃん大丈夫？あ、 M ちゃんだけ来たね。あ、 M ちゃん、私は大丈夫なんだけど。歩く飽和剤だからね、 M ちゃんは。 M ちゃんは合唱祭を思いっきりやりたいんだよね。うん、みんなで練習して聞いてくれる人もたくさん笑顔にしたい。でもみんな忙しいなら簡単な曲の方がいいのかな。合唱祭頑張りたいけど、そのせいでクラスのみんなの仲が悪くなっちゃったら嫌だなって思うの。なるほどね。うん、そうだね、私もそう思う。難しい問題だよねこれ。責任重大だな。でも取りまとめ役を引き受けたんだし、みんなのためにも頑張らないと。どうすればいいんだろうね。でも私、ほなみちゃんが苦しそうなのも嫌なの。あ、え、
私、花見ちゃんの笑った顔、すっごくすっごくすっごく好きなんだ。だから、今日の話し合いの時みたいに苦しい顔してほしくないの。ヘムちゃん、笑ってないと機嫌が悪く見えるって言うからね、よく。だから、手伝えることがあったら言ってね。私、何でもやるよ。だからね、ジョーカーはもう他人を思いやることができる鏡なんだよね。だって笑ってる風のメイクしてるから。ジョーカーはよく言われるよ、親切心の塊だって。ありがとう、エムちゃん。その時はお願いするね。そっか、合唱祭の話し合い揉めちゃったんだ。うん、意見が真っ二つに割れたね。でもそれってどうすればいいんだろう。すっごく難しくない？真っ二つすぎて顎が二つに割れる人もいたね、八方斎のように。うん、一生懸命やりたいっていう人の気持ちも、他のことに時間を使いたいっていう人の気持ちも、どっちもわかるから。うわ、クラスにサンドイッチされてるのきついね、これ。あ、じゃあ間を取って簡単だけどちょっぴり難しい曲にするとか、どう？それって結局簡単なの？難しいの？え？どっちだろう。っていうかそれ結局どっちも不満に思いそうだけど。そうかな。それにしても意見が割れたからってほなみに決めてっていうなんて、多数決の方程式だからねこれは。そんなこと言われてもみんなの意見を聞いたら悩んじゃうよね。で、あれでしょ、もう一方選んだ瞬間にもう一本の反対派から空き缶を投げられるんでしょ。うむ、ほなちゃん顔がトヨーンってしちゃってる。暗い顔してるといいアイディアも出てこなくなっちゃうよ。そうだ、今日アップルパイ食べに行こっか。アップルパイ？ありがとう、サキちゃん。でも今は大丈夫だよ、お腹いっぱいだから。脂肪吸引すんのかな今日も。ほなちゃん、あのさ、ほなみ、ほなみが悩んでるのって怖いからじゃない？え？え？どっちかを選ばないことでそっちの意見の人に嫌われるのが怖いんじゃない？あー、まあ人間だしね。それは…ちょっとしほちゃん、私は何かを決めるっていうのは何かを切り捨てることだって思って。深いこと言うね。だからどうしたって恨まれることはある、それが普通だから、ほなみがいいって思う方にしたらいいよ。そうだよね。そろそろ行こう、練習。なんか全員に好かれようとすると全員に嫌われるみたいなとこあるよね。うん、そうだね。みんな聞いてくれてありがとう。どうします？はあ、今日もいっぱい練習したね。お腹いっぱい。お疲れ、みんな。今日はもう遅いし、そろそろ終わろうか。満腹中枢刺激されたね。うん、それじゃそろそろ帰る支度しよう。あー、どこ食べに行く？じゃあ次ハンバーグ3個半みたいな、ご飯5杯みたいな。あ、ごめん、私もう少し練習していこうと思うの。お席半23杯みたいな。今日はあんまりうまく叩けなかったし。ギャル曽根を目指す。ほなみ大丈夫？うん、はい、大丈夫です。集中したいから隣の教室借りますね。ほんと？ほなみ、じゃあね、また明日。あ、割とスンと行くんだね。せわしくんみたい、スンと行くんだね。ん？
ドラムのバッチって痛いのかな。ダメ、今日は全然集中できない。なんかお尻に突っ込んでみたとかありそうじゃない、 YouTuber の方で。あんま良くないよね、そういうの。コンコンと、ちょっと邪魔するよ。お尻にいたわれてないし、しかもバチにもいたわれてないよね。ん？お、メイコさん。メイコさん、今日は前の時と比べてキレがなかったね。何か考え事でもしてたの？キレがなかった？ええ、あ、その…すみません。この野郎バカが、ふざけんじゃねえぞ、このパンパンパンみたいな。せっかく練習を見てもらってるのに、他のこと考えちゃってて。あ、そうじゃ、謝らなくてもいいって。花見ってキレイショーなの？ただ、結構悩んでるみたいだったから気になっただけ。悩んでる…そうですね。私、いつもこうなんです。白生あたた、悩みなんてなくした方がなんとかなるさみたいな。いつも嫌われるのが怖くて悩んでばっかりで、何も進歩がなくて。でもな、嫌われたくない人はいるよね、誰でも。だからしほちゃんにも呆れられて。まあ練習には集中できた方がいいけど、でも何かに悩むのはそんなに悪いことじゃないと思うよ。確かにね。それはつまり、何かを今より良くしたいって思ってるってことでしょ。前に進もうと頑張ってるのはすごくいいことじゃないかな。前傾姿勢にあるよね、メイコさん。背筋ピンってしてる。私でよかったら話聞くよ。ここに来るのは遅れたけど、私だってそなりたちの先輩みたいなものだし。ありがとうございます、メイコさん。でもあれだよね、なんかさ、できることできないことあるからさ。だってさ、例えばすごい体力が少ない人がマラソンやるって、まあ、言うとするじゃん。でさ、実際マラソンやります、でもその人は体力はありません、なので全然高い順位出せないんだよ。でもその人は嫌われたくないから頑張るんだけど、やっぱり体力の限界で、ま、順位がすごい低かったと。それってしょうがないじゃん、やれることやれないことあるんだから。優しさと勇気、あー来るね、アンパンマン映画版。なんか映画版のアンパンマンってすごい作画いいんでしょ。なるほど、クラスの揉め事で悩んでたんだ。うん、はい。でもどうすればいいのかわからなくて、みんなにも相談に乗ってもらったんですけど。パンこねよ、とりあえずパンをこねよう。パンね、こねるとね、なんか気持ちいいよ、食感。本当に仲がいいんだね、あなたたち。完食だった。はい、それにみんなすごくよくしてくれるんです。パンで戦うヒーローとかいないよね、そのアンパンマンじゃなくてパン自体で戦う。アンパンマンさ、なんかパンを分け与えるって感じじゃん、汚いパンを。でもさ、いちかちゃんは一緒に悩んでくれて、さきちゃんは落ち込んでる私を元気づけようとしてくれて、パン生地ムチとかね。しほちゃんには厳しいことも言われちゃったんですけど。ああそうなの。はい、私が今こうやって悩んでるのは結局人から嫌われるのが怖いからだって。嫌われるのが怖いか、どうしてそう思ったの。私中学の時、クラスのみんなの相談や愚痴を聞いていたことがあるんです。ほなみの部屋。最初はちょっとでも不満を吐き出してもらえればすっきりするかなって思ったんですけど、でもそれが原因で、誰の味方なの、誰にでもいい顔するって言われて無視されるようになったんです。誰にでもいい顔するってことは美女ってこと。うん、私は誰にでもいい顔に見えますよみたいな。それから高校に上がって無視されることがなくなっても、嫌われるのが怖くて
何もできなくなって、もうさあれだよね、なんか美女すぎてブスみたいなことない？もう本当に美人すぎてなんかブスに見えるみたいな。いちかちゃんたちのおかげでまた前を向けるようになったって思ったんですけど、イケメンすぎてブスとかね、みんなのためにって思ってやったことも結局誰のためにもならなくて、だからしほちゃんは正しいんです。私があの頃から何も変わってないから。なるほどね。本当にそうなのかな。しほとはいや、しほとはさ、なんかすごいずっと対極線にいるよね。ソナミはクラスのみんなのために今の自分に何ができるか一生懸命探してる、うん、変わろうと頑張ってる。そうでしょ。だけどこのままじゃ何も。そうだね。私はそのままの優しいソナミも素敵だと思ってるけど、うん、でももっと優しくなるためには勇気が必要な時もきっとやってくる。勇気か。勇気。ソナミは優しいってどういうことだと思う？ヨダ勇気、元気、勇気、言い訳。え、優しいですか？それは。そんなこと言われてもみんなの意見を聞いたら悩んじゃうよね。優しさか。暗い顔してるといいアイディアも出てこなくなっちゃうよ。そうだ、今日アップルパイ食べに行こっか。優しさに包まれて誰かの気持ちに寄り添ったり、落ち込んでいる人を笑わせたり、それからほなみが悩んでるのって怖いからじゃない？ベビーシッターさんじゃん。だからほなみがいいって思う方にしたらいいよ。あ、相手のために厳しいことを言ったり。野原ひろし。うん、そうだね。スネ毛大臣だ。優しさにはいろんな形があると思うんだ。悩んでる人に寄り添ったり、笑わせたり、あえて突き放したり、その人のことを思ってやっているなら、それはどんな形であれ優しさだと思う。それちょっとあれじゃない？極論じゃない？私それで暴力振るの良くないと思う。もちろんそれを受け止める側がどう捉えるかってことも大事だけどね。そうだよ。優しさの形。判断が遅いって急に殴られたらたまったもんじゃない。ソナミはクラスのみんなにどんな形の優しさをあげたい？私は今、私がみんなのためにできる一番の形は、ふふ、いい表情だね。でもずっと思ってたんだけどさ、もうこの世界はマトリックスっていう捉え方でいいの？マトリックス状態ってことだよね、結局サイバーの世界に入るみたいな。ありがとうございます、メイコさん。ネオみたいなもんだよね、だからこの4人は。私どこかで誰かの意思を尊重できたらそれでいいって思ってました。だからもう8割キアヌ・リーブスみたいなもんだよね。できるだけ希望に応えて満足してもらえたらそれでいい、それが優しさだって思い込んじゃってて。でもそれじゃあやっぱり昔と何も変わらないんですよね。そうだね。だからもう一度考えてみます。愛情表現とかいっぱいあるからね。私の思う一番優しい形を。犬は尻尾振るし、猫はなんかネズミの死骸持ってくるしみたいな。うん、頑張って。ソナミならきっとできるよ。じゃあここからは気持ちを切り替えてドラムの練習をしようか。いいですね。はい、よろしくお願いします。へえ、いいアドバイスだね。でもの私がみんなのためにできる一番の優しさ、これでいいのかはまだわからないけど。絶対見つからないよ。それでも今は進みたい。答弁はなしだ。あー、ほなみがねだんだん変わってくね。変化してる。今日もお天気ワンダフォー。かわいい。
こんな可愛い子いたらもう窓から投げ捨てたくなっちゃう。嘘です。おはよう、Mちゃん。わ、ほのみちゃんが元気になってる。ワンダホーだね。なんかさ、あれだね、Mちゃんはアンパンマンに空まで吹っ飛ばされた時もワンダホーって言いながら飛んできそう。うん、今私がどうすればいいのかちょっとわかったの。実際に解決できるかどうかはまだわからないんだけど。Mちゃんトムとジェリーにいそう。でもクラスのみんなが合唱祭を楽しめるように私なりに頑張ろうと思うの。ミニオンズ入ってても違和感ないね。混じってもそっか。ねえねえ、それって私も何かお手伝いできないかな。あ、いいですね、ボランティアね。え、Mちゃんが全アドバイザーの親戚みたいなところあるからね。うん、だって私もみんなが笑顔になってくれるのが一番嬉しいもん。ワク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 ありがとう。 Mちゃんが手伝ってくれるならすごく心強いな。なあ、じゃあこれをお願いしようかな。みんなにアンケートを取りたいの。アンケート、なんだろう。ジャイアン派ですか、スネオ派ですかみたいなアンケート。任せて、頑張るぞ。恋人にしたいのはどっち、花澤さん派ですか、静香ちゃん派ですかみたいな。中山きんに君派ですか、それともクロちゃん派ですかみたいな。うん、Mちゃんが手伝ってくれたおかげでアンケートもまとまったし、あとは自由曲をどっちにするか決めるだけ。夕暮れだ、綺麗だね。どうする。でももっと優しくなるためには勇気が必要な時もきっとやってくる。コナミは優しいってどういうことだと思う。私は怖いね、面接官。優しいってどういうことだと思うって、あんなの聞かれたら何とも言えないよね。オナちゃんすごい。私はね、優しいっていうことは、うん、そうですね、アンパンマンを見習って殴りたいと思いますみたいな。なんだかいつもよりいい感じだったね。すごく気持ちよく歌えた気がする。悩みは吹っ切れたかい。そうかな。うん、それに少し似てた気がする。何に。具志堅用高さん、メイコさんのドラムを聴いた時の感覚に。へえ。ドラムはバンドを支える柱、バンド全体を支えながら引っ張っていく力がある。路頭に迷ってたのにだんだんと道が晴れてたんだ。メイコさんのドラムが支えてくれてるから、ミクとルカさんもいつもより思い切り弾けてるんだと思う。それドラムがバンドの柱になるって話だったよね。そう。そっか、ホナちゃんが支えてくれてたから私たちも思いっきり弾けたんだね。まだリズムは上手いし、メイコさんのドラムにはかなわないけどね。うん、でも前よりずっと良くなった。ありがとう、しおちゃん。この間みんなに相談乗ってもらったから気持ちが楽になってうまく叩けたのかも。しおって何でもできんの。合唱祭うまくいきそう。どう。まだどうなるかわからないけど準備はちゃんとできたよ。あとは自由曲を決めるだけ。どうする、自由曲。大丈夫なの。あれはクレヨンしんちゃんのお尻ブリブリお元気っていう曲は。正直ちょっと怖いよ。ちゃんとみんなでお尻出すの。でも私が決めなきゃいけないことだから、だから頑張るよ。頑張れ。そう。でもでも私たちもいるからね、ホナちゃん。うん、何があってもホナミがみんなのために頑張ってること私たちは見てるよ。あれは合唱コンクールでなんかお尻出しながらもう手を後ろにやるんだよ。そうするとさ、観客からは男梅みたいに見えるじゃん。だってお尻しか見えてないわけだから、お尻に手が生えてるように見えて男梅に見えるわけだから、だから男梅のテーマソングを歌うとか、その状態で。ありがとう。あの調子なら大丈夫そうだね。そうだね。うーん、あれ、ミク、なんか拗ねてる。
別に拗ねてなんてないよ。何？メイコが先にいいアドバイスをしてたからじゃないかしら。あ、そういうこと？ミクも昨日トナミになんてよってうんうん考えてたから。手柄を横取りしようとするね。そうだけど別に拗ねてないってば。コナミが元気になってくれれば私も嬉しいし。初音ミクこそ邪悪のゴンゲだ。ただちょっと私も先輩として力になりたかったっていうか。ははミクってばすっかりいい先輩じゃん。バカにしてるね。本当にここにいるのは優しい子ばっかりだね。そうだね。それでは合唱祭の話し合いを始めます。トーキングタイム。話し合いって言ってもやる気のない人たちと話しても平行線だと思うんだけど、じゃあもう一回多数決取る。いい加減めんどくさくなってきた人も増えてきたんじゃないかな。うわぁ、遺恨が地平線まで続いてる。もうどっちでもいいのにね。どうしよう。ね、もう不穏なオーラが流れてるよ。負のオーラ。皆さん静かにしてください。あれ、厳しい。あのみちゃん。あのみちゃん。話し合いの前に一つ私の意見を言わせてください。どうしようかな。でもな、あんまね、意見とか言うとさ、荒れちゃうしね。私はどうしよう、声が震えそう。西野カナにならないで。今はアンチ西野カナ。今だけやっぱり怖い。震えちゃダメ。これでみんなに嫌われたらって思ったら。でもふん、はっ、会いたくて会いたくて震える。これが今私がみんなにできる一番のことだって信じてるから。 Believe、 信じよう。私はみんなが納得いく形で合唱祭に参加したいと思っています。ですが全員が納得できる形にするのはとても大変なことだとも思っています。みんな考え方も大切にしていることもそれぞれ違いますから、話し合えば話し合うほどぶつかることも増えます。不満も出ると思います。でもそれでも私はクラスのみんなで納得できるようにもっと真剣に話し合いたいです。自分とは違う意見にも耳を傾けて、どうすればその人も納得できるのかもっと考えていきたいんです。いいこと言った。私はそのために全力を尽くします。だからどうか私に協力してください。令和の聖徳太子、お願いします。どうか伝わって。よく言った。大丈夫、厳しめもそこまで言うなら譲歩するぐらいはするけど。私も花見ちゃんに賛成。だってみんなが笑顔になりたいもん。どうすればみんなが楽しく歌えるのかいっぱい話し合おう。まあそうだね、みんなで楽しくやりたいっていうのは私も同じだし、曲が決まってもクラスの雰囲気が悪くなったら嫌だしね。ちょっと面倒だけどスッキリする方がいいな。みんな、あー、やっぱ大事なんだね、話すって。じゃあどの曲にするかまたみんなで考えよう。人間的に人を話しちゃいけないけど、人の信用は話しちゃいけないけど、でも話すことは大事なんだね。でもやっぱり難しい曲にすると練習時間はどうしても増えるんだよね。それについては音楽の先生に聞いてみました。あ、授業中にってこと？私たちのクラスは歌の上手い子が多いから、その子たちがパートリーダーになれば効率的に練習ができるんじゃないかって。バイトリーダー？違った。あ、そうか、練習の仕方でちょっとは時間が短くできるんだ。その日練習したものを取ってみんなで聴けるようにしてもいいかもね。でも忙しい人はそもそも練習できる日が少ないんじゃ。練習時間なら大丈夫だと思います。大鳥さんに協力してもらってみんなの放課後の空き時間を調べさせてもらったんですが、うまくスケジュールが組めそうでした。え、どういうこと？バイト時間とかも全部把握してるってこと？
え？すごくないそれ。全部管理されてるの？マトリックスみたいに。あのアンケートなんだろうって思ったけど、そういうことだったんだ。あ、そういうことね。でもちゃんと集まれるかな。きっと毎日は辛いだろうから、週に何回って練習の回数を決めてやるのもいいですね。なるほどね。うん、それくらいならやってもいいかな。すごいすごい、ほのみちゃん頭いいね。ちゃんと解決策出してるね。そんなことないよ。これは私だけじゃ考えられなかったし、みんながいろいろ相談に乗ってくれたから。ふーん。じゃあ曲は少し難しいですが、明日も笑ってで。練習日は調整させてください。それでいいですか？拳銃を突きつけながら明日も笑ってって。私も、うん、そのやる気ないとか言ってごめん。塾とかも大変なのに。うん、こっちこそ水差してごめん。ちょっと成績下がっててイライラしちゃったの。本当にあれじゃん、八つ当たりじゃん。よかったね、ほなみちゃん。成績下がってイライラしちゃうことってあれ、やばい。成績下がってさ、イライラしちゃうってあれだよね。ちゃんと、なんかあれだよね、道徳を学んだ方がいいね。みんな大変だろうけど一緒に頑張ろうね。だから道徳ゼロなんだよね、その人は。光を胸に、闇を頭に、毛量を頭皮に、私は世界に。この間の合唱祭すっごく楽しかったね。すごく盛り上がったし、私も楽しかったな。へえ。私もみんなも歌を聴きたかった。終わったんだもん、早。それで結果はどうだったの？結果発表。うちのクラスは同賞だったよ。あー、まあなかなか。何クラス？3クラス中？惜しかったよね。結構練習頑張ったんだけどな。3クラス中で同賞はもうビリだよ。そういうイベントは参加して楽しかったって思えることが大事なんじゃないかしら。うわ、結果は関係ないっていうタイプだ。悔しいよ。そうだね。結果はどうであれ、いい思い出になるのが一番大事だし。なんかさ、賞とかもらってる時、悔しい思いしながらみんな下向いて泣いてるんだよ。ですよね。私もすっごく楽しかったから、それでオッケーかなって、うん、私はああいうのは苦手。でも、しほちゃんも頑張って歌ってたよね。えらい。えらい。別に、足引っ張るのが嫌だっただけ。へえ。どのクラスもすごくいい歌だったよね。そうなの？ま、ほなみのクラスが抜群にうまかったけどね。そうそう、3年生を抑えての金賞だもんね。発表された時、体育館がドヨドヨってしてすごかったね。そんなにさ、ダイナミックな音楽だったの？先生たちもすごく褒めてたね。そう言ってもらえると嬉しいな。みんな一生懸命練習したから。プロをさ、サブリミナル的に混ぜてたんじゃない？でもクラスで頑張って金賞を取れたのはいちかちゃんたちのおかげでもあるんだよ。おじさんっぽい人とかいなかった？中に5人ぐらい。みんなが相談に乗ってくれたから、勇気を出してクラスの子たちの前で意見を言えたの。本当にありがとう、みんな。ふーん。よかったね、ほなみ。この言葉で締めるんだ。よかったね、ほなみ。じゃあそろそろ練習始めよっか。これさ、映画の感想でどこが面白かった、うん、よかったね、ほなみとか入れたらさ、あ、寝てたんだなって思うよね。そうだね、完全に寝てましたねって。志保、この前アドバイスもらったところ家で練習してきたんだ。音合わせる前に見てくれないかな。いいよ。うん、いいよ。じゃあ私たちも楽器取ってこよっか。え、そうね。あの、メイコさん、楽器持ってこよう、星野源さんから。
どうしたの、トナミ。ありがとうございました。メイコさんのおかげで勇気を出して一歩進めました。だから何かお礼ができたらって思って。ふふ、私は何もしてないよ。かっこいい。トナミは自分で答えを見つけて自分で前に進んだんだよ。でも私あの時メイコさんに背中を押してもらえたから。そうだね。じゃあまた今度一緒にドラムの練習をしな。やりたくなってるじゃん、ドラムの練習。え、練習ですか？そう、ドラムの練習を誰かとすることってなかなかないから。あ、そうなんだ。はい、もちろんです。ドラムってさ、ワンマン練習なんだね。ありがとう、楽しみだよ。メイコさん、ホナちゃん、そろそろ音合わせるよ。はーい、今行く。それじゃあ行こうか、ホナミ。よかったね、ホナミ。はい。何これ、ライブハウス？店長、おはようございます。今日もよろしくお願いします。え、ああ、それじゃあセッティングよろしくね。あとはフライヤーの準備も。はい。今日はずいぶんお客さんが多いな。出演するバンドはバンバンバーン。小学生2年生の3人グループ。へえ、スタンドアウトか。もともと実力派だけど最近特にファンが増えてきてるな。ねえ、知ってる？スタンドダイヤ今度はメジャーデビューするんだって。いや、そうなの？でも納得だな、最近すごいもんね。でもデビューする前にメンバー入り替えるらしいよ。あ、ベースの子かな、最近やる気なさそうだしね。メジャーデビューか。私もいつかは寺田心、鈴木福、足玉な、子供店長の4人組でゴールデンメンバーを組むみたいな、ゴールデンバンドを組むみたいな。ねえ、あなた、ここのスタッフの日の森さんだよね。よく代理でベース弾いてる。あ、日の森しほね。え、誰？私、スタンドアートのボーカルやってるいおりって言うんだ。突然だけど、私あなたのベースが好きなんだよね。いや、何急に新キャラ。ねえ、私たちと一緒にバンドやらない？いおり、何やってんの、スカウトしてるの急に。ナンパだよそれ。え、何、どうなっちゃうのこれ。それで終わり。なんかな、あれだね、急にさ話しかけて、ちょっと礼儀知らずだよねあの人。ごめんなさい。いや、でもさ、やっぱり強く言うっていう優しさもあるよね。なんかさ、弱く言うとさ、あんまり伝わんなかったりするじゃん、その意図が。だからこれさ、難しいんだよね本当に、こういう伝え方って。メンタリストのチマ、うん、あ、来たよ。いいな、俺も。じゃあ準備もできたことメンタリストやりたいな。そろそろ本気で弾こうか。みんな用意はいい？ん、はい。じゃあ、今日もいつもの曲からいく？何？あの、それなんだけど、今日、やりたい曲があるの。グリフィンドール、ハッフルパフ。それをやってもいいかな。スリザリン、レイブンクロー。もちろんいいけど、珍しいね。由来がホグワーツ。ナミがそういうことを言い出すの。合唱祭のことがあった後、いろいろ考えてて、今なら、その曲とちゃんと向き合って演奏できそうだって思ったの。なら今もトナミだからこそできる演奏が聴けるってことかな。進化ってこと？それほどでも。でも今日は思いっきり叩ける気がします。え、それ漫才師のツッコミ役の人がいそう。いいやろうよ。うん、私もやりたいな。私も賛成。ほなちゃんがやりたい曲やろう。頑張れ。それじゃ行こうか。へえ、なんかあれだよね、関わってくるんだね、その感情とか。あ、かっこいい。なにこの歌、水族館だ。ファイティングにもってこと、これ。さかなクンエリア、
魚くんの住みかってこと？おお、すごいな背景 VR？ なんていうのこれ、プロジェクションマッピングか。おお、青、半分じゃない、全身青い。あれだね、山ちゃんとさ青井優さん結婚したじゃん、あれだから二人合わせると半分青いだよね、なんちゃって。なんか全然違うね今までとテイストが。あ、せばさ、なんかクレヨンしんちゃんのスペシャルゲスト、映画版のクレヨンしんちゃんのスペシャルゲストがね、なんか山田孝之さんだったらしいよ。声優やってるの見たことないよね、そういえば。山田孝之さんあるかな、あるね、スペシャルゲストとかサプライズゲストとか。普通さ前もってなんか情報知らせない。おお、バンドっぽくていい、これ夜遊びっぽい。あ、お遊びじゃないよ、日遊びでもないよ、夜遊びね。できそう、でも日遊びとかさ、夜遊びとかさ、お遊びとか出てきそうじゃない、パロディバンドっていうの、吉本坂46みたいに出てきそうじゃない。すごいね、見てほなみ、あんな大股開いてるほなみ見たことない。聞いた、モンキーディルフィーやってる、また海賊王で、ありが、本当はね、みんなと話せるようになった後もまだ心のどこかに不安な気持ちが残ってたの。わかるよ、だけどでももう大丈夫、みんなのおかげだよ、ありがとう。大丈夫の三重奏プレリュード。しほちゃん嬉しそう。私？さきもいちかもそうでしょ？もちろん、だってほなちゃんがニコニコしてるんだもん。でもしほちゃんが一番嬉しそうだなって。はいはい。あれ、しほちょっと顔が赤くない？あ、めいこさん、焼きたてアンパンマン。いちかちゃん前に言ってくれたよね、ん、ずっと一緒に笑っていたいって。私もそう思うよ、みんなと笑っていたい。だからそのために精一杯頑張るね。あ、うん、頑張ろう、ほなみ、私たちみんなで。そうだね、なんかいいよねこういうのって。ほなみたちならきっとどんな時もずっと一緒に笑っていられるよ。ありがとう、みくちゃん。頑張るって言葉だけでパワーがあふれる。みんなもいつも見守っていてくれてありがとう。みんなが見ていてくれるからここでいい演奏ができるんだと思う。これからも見守っていてくれると嬉しいな。プレゼントコーナーとかやらないのかな。伝わったかな。このドラムのシンバルをあげますとかさ。大丈夫じゃない、みんなありがとう。おお、近いね距離が。見に来てね。こんな近いことあんまないよ。なんか足にフリーメイソンみたいなマークつけてるよ。ねえ、天馬妹、さき、なんで？ハマってるの陰謀論。わかるわ、俺も最近陰謀論ハマってない、終わります。